ラナウッドはアメリカ合衆国の女優、女優のナタリーウッドの妹にあたる。カリフォルニア州サンタモニカでロシアから移民した両親の間に生まれた。子役として活動を始め、実質的な映画デビューは1956年に姉のナタリーと共に出演したジョン・フォード監督の創作者であった。しばらくはテレビドラマのゲスト出演が多かったが、 1966年から2シーズンの間、人気ドラマ、ベートンプレイス物語に出演する。1971年、雑誌、プレイボーイ4月号でグラビアを飾った。これが映画プロデューサーのアルバート・アール・ブロッコリーの目に留まり、007、ダイヤモンドは永遠に、の出演に至る。ラナは、私生活では5回の結婚をし、いずれも離婚、または無効に至っている。 また、1981年に、姉のナタリーが撮影中に、事故死した後、ナタリーの思い出を綴ったナタリー、A メモルバイハーシスターを表しているが、この中には、ダイヤモンドは永遠に、の撮影中に、主演のショーン・コネリーと親密な関係にあったことも書かれている。ありがとうございます。